皆さんこんにちは、チゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021 e フットボール2022やっていきたいと思います。はい、ということでなぜ2つのタイトル言ったのか分かりませんけど、今回はまあ2022、まあ、もうちょっとでね、作品が変わるということで、まあ、そこで今何をやっているのか、どういう準備を進めているのか紹介していきます。まあ、自分の場合アプリと PS4 両方やっているので、まあ、両方紹介しましょうかね。まずアプリでやっていること、まあ、過去動画でも紹介しましたけど、まず受け取り箱やっと空になりました。はい、まあ、いろんなアイテムね、ようやく受け取り終わったので空になりました。そしてまあガチャ券はもうちょっと残ってるんですけど、まあ、あと46なので、まあね、こんな感じでね引いていけば、まあいつかねゴールたどり着くかなと思って動画内で今引いてるっていう感じなんですけど、まあねもうあと40ぐらいなんですぐ終わると思います。まあこれもね、時間がある時にせこせこやってもいます。はい、でレジェンドボックスも今来てるんで、まあ自分持ってないレジェンドいるんですけど、まあ今回のものは結構持ってる選手多かったんで、まあ引いてないんですけど、またね来週かな新しいボックスガチャ来るっていう話なので、まあそこでまた引くかなっていうところで今 GP は残してる感じです。はい、でまあアイコニックの方も来てるんですが、まあ自分もね今コインがだいたい2000弱ぐらいあるんですけど、まあここはまああえて引いてないです。まあこの6選手アービンは持ってたかなくらいだと思うんですけど引いておりません。まあとりあえずコインは来作に残しておこうかなって思ってます。はい、そしてまあアチーブメント簡単にクリアできそうなものをなんとか達成しようかということで、何個かね達成できているものもありますし、まああとゴール数とかは簡単にできそうですからね、まあこの辺クリアできるものあればちょっとだけでもクリアしておこうかなって思います。チームスピリット99達成してないんだ。はい、そしてまあ PS4 とねアプリ共通のねやっていることといえば、まあ、やはり e フットボールポイントが来作大事になってきそうということで、なんといってもマッチで、まあ、獲得できるのは、まあ、ほぼマッチでしかないんでね、これをやっております。まあ、もちろん PS4 とかも時間があればやってます。でまあもう今作終わるんでレートあんまり気にしないで、もうほとんど流してる感じなんですけど、とりあえずまあ1試合ずつプリセットカスタムやって、まあ、とりあえずポイント取ってっていう感じで今やってるところですね。まあ、PS4 も毎日来てるんで、まあPS4 は毎日あるんで、ちょっと全部は回収できてないですけど、まあ比較的回収できてるかなってとこです。はい。まあ PS4、基本引き継ぎがないんでね、今頑張ってもね、引き継がれないんであんま意味ないんで、まあコナミ ID との連携でなんとか、来作も使えることを信じて、まあこれもやってるって感じですね。まあ使えなければアプリで使うんでいいんですけど。で、今 16,800 ポイントが貯まりました。で、今 PS4 の受け取り箱にだいたいまあ、1000ちょっとぐらいあるんで、まあ、大体1万8000ポイントぐらい持ってるっていう感じですかね。まあ、受け取り期限とかがあるのでギリギリまで受け取り箱にね眠らせておこうと思って入れてるんですけど、はい、ということで、まあ、今やっているのはそんなところですね。まあ基本的にやっていることといえばマッチでしかやってないって感じなんですけど、まあ、あとアプリでねガチャあと44枚引くぐらいで、それぐらいで本作は終わるって感じです。はい、ということで、まあ、アプリやってる方も PS4 の方をやっている方も、e フットボールポイントは、まあ、あるだけいいと思うんで、とりあえず、獲得できる分は獲得しておいた方がいいと思います。まあ、あと PS4 はログインもやってますね。ログインしても、e フットボールポイントが3日に1回もらえるんで。なんといっても、フィーチャーとレジェンダリーは e フットボールポイントで指名契約で取れるみたいなんで、まあ、やはり頑張っていますよねっていう感じです。まあこの e フットボールポイント、まあ1選手にどれぐらいかかるかわかんないんで、ほんと貯めれるだけ貯めておこうかなって思ってます。はい、ということで今の時期に皆さんがやっていることをぜひ教えてください。まあ結構似たようなね、ことやってるんじゃないかなと思うんですけど。こちらのチャンネルでは e フットボール2020に情報をいろんなものを紹介しております。まあこの時期ね、結構やることが少ないですし、なんとかやることを見つけて、まあ動画なんかも作っていますし、まあ最新情報などがあればね、紹介していきたいと思います。まあ来週いよいよ PS4 でね、2022が開幕するんで、またその辺でも情報があれば紹介していこうと思います。チャンネル登録まだの方は良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。